皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回も年配になる RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、今回はね、じゃあ地底人で入れます。はい。じゃあ1人減っちゃうよね、地底人入れます。今回使う地底人はこちらです。カルボーということでね、これガードブレイカーなんですけど、これまあ知ってる方いると思うんですけどね、相手のシールドね、反射とかガードシールド、まあ、ガードシールドはそんな意味ないと思うけど、意味ないっていうか、ほぼいないけど、こんな感じでね、相手のガードと反射無効にするということで、まあね、相手の反射とかね、無効ができます。なので、相手が例えば反射つけてますとか、まあ、ガチパの方みんなつけてないと思うけど、まあ、一応ね、今回は、まあ、怖いっていうか、なんかなんだろうな、ガードシールドつけ、反射無効ができることになって、今回、銀河さんがね、前とかね、前とかは、グレートフォーだっけ、あれつけてたんですけど、あれはね、これね、シールド無視つけてるからいいんだけど、まあ、今回ね、これ、サバイバルゴーグル、これにしました。はい。これでね、シールド、まあ、無視ないけど、まあ今回ね、もうガードブレーカーいるから、もう普通にシールド割れるし、うん、一応あっても大丈夫なんで、まあしかもこれ素早さ上がるんで、1064ってことで結構すごい高い素早さになってます。はい。で、ノロノロとかもね、シールド無視つけてないんで、つけてないんですよ。なので、もしもね、たとえ絶対いるかわかんないよ。もしかしたら一人はいるかもしれないじゃん。シールドも反射持ってる年配に。うん。そんな年配にいるように、一応ね、入れます。今回は。はい。ちょっとネタ切れ変わるけど、まあ、ちょっと仕方ないです。仕方ないというか許してください。普通に。はい。育成が待ってるんで。はい。うん。ちょっと今画像載っけてると思うけど、まあ、ちょっと新しい年配に。画像載っけてっていうか、多分あれかな。Twitter に出したんですけど、まあ一応多分載っけてる。今。こんな感じでね。桃色のね、電波に行きましたんで、はい。いい感じで行きました、はい。あー、ちょっと持ちた。こんな感じですね。で、ふうすけさんもまあ、つけてないんでね。うん。シールド虫つけてないんでね。もうこんな感じで頑張っていこうかな。あ、でも一応ね、シールド虫一応ね、いるから。うん。だからまあ、幽体って反射つけても、まあ一応割れるけど、まあ、シールド虫、反射持ってあいつじゃなかったら全く意味ないんだけど、ただ単に、縛りで7人縛りやってるだけなんだけどね。今回これでやっていこうかなと思います。はい。まあ、一応、エンジェルライとかね、シールド無視あってもなくても変わらないんで、ね、うん。いいんですけどね。はい。では、早速ね、Wi-Fi コールチャームをやっていきましょう。さあ、ミッドさんです。いきましょうって感じなんですけど、これ、相手反射いないですね。まあ、今、ガチパいねえか、反射。いや、ほんとね、今回ね、いないかな、みたいな感じで、反射。反射、いや、いないかなってか、反射がさ、ガードブレーカーつけることによって、反射装備を絶対つけなくていいっていうかさ、なんかもういいじゃん。それがあるから、まあ、今回やってみたけど、まあ、相手反射ないんで、意味ないです。完全にもうこれ、今回7人縛りです。もう1人いないんですけど、先輩に。反射なかったらガードブレーカー全く今回発動しないから、意味ない。ただの7人であるだけの縛りの動画になっちゃったけど。うん。まあいいでしょう。OK。おー。おけんのこばか。なんかまだ金のこば入り出したんでしょ。で、そう、なんかどうやら、なんか、らしいね。うん。あ、強いからね。はい、止められていく、うすけさん。よし、貫通したエンジェルライ、ナイスです。まあ、普通。困った。よしよし、ナイスナイス。ノロノロ。あ、これノロノロで下げちゃうのいけるね。おい。あー、でも右から2番目はネパに下がったんやね、すみません。それがやったんや。3枚目か。あ、眠ってしまった。しかし回復。OK。よし、クリティカル。まあ、クリティカルより復活してほしかったよ、よければ。まあ、いいか。ゆりさんがやられてるのか、ダメする。さあ、復活させましょうか。で、眠っちゃってね、まあ、エンジェルライ。結構痛いね。もう今回、ただの7人縛りの動画になってるから、まあ、頑張ってやってきたんだけど。ただの7人縛りなんで、ね、よし、
よし、なし、コーデンパニーの倒すでかいね。これだったら、コーデンパニーは自分に1060いってるからですよ。結構高いね。1000後半あるんだよ、これさ。OK です。さあ、剣の方が。OK。よし、このね、ゴースト化のカオスレック、これが地味に強いんですよね。ゴースト化が強い。よし、これでかい。いやー、虫歯術。ミッタさんって結構虫歯術で捕まえてますよね。結構っていうか、普通に。結構強いんだよな。あ、困っちまった。だが、しかしどうだ？困っちまうか。さあ、マイメカンツルスケさん。よし、眠った。マイメイ。さあ、決めてくれ。え、それ、どうしたんやか。さあ、突然耐えるか。うわぁ。うわぁ、やばい。やばいやばい。もうナイスです。ナイスじゃないの。いやー、待って、やばい。これやばいな。結構やばい。まずい。まずい。まああのね、あ、そっか、今思ったけどさ、今回7人だからさ、まああの全部かばってもさ、5000いかないじゃないですか。だからさ、これ回避ゼロのさ、最速捕まれてたら耐えてたって思ったよ。まあそれが痛いのね、こう。まあ今回ほんと7人縛りって、ただ7人縛りってだけの動画なんですけど、ほんとはさ、ガードブレイカーで、シード割ってさ、あのやる動画撮りたかったんで、まあちょっと今回無理そうなんで、ネタがちょっとね、あーやばい、ネタがちょっとあのね、ちょっとないんで、まあちょっと何としてでも動画っぽいようなことしたかったんで、もうそれガードブレーカーしかなかった。マジで。他なんか思いつかなかったんで。まあちょっとご了承ください、今回の感じで、ほんとに。最近動画投稿にはね、ちょっとあんま高くないんですけど、ちょっとほんとに、いろいろね、あの、やることとかあったりね、忙しくて、できたんです。あとライブとかもやっちゃってるから、ね、うん。ライブ配信とかもしちゃってるんで、まあちょっといろいろ。一応活動してるんでお願いします。で、全般ニアの動画とか、最近、3日に1回ぐらい来たから、4日に1回までは来たくないな、できればできれば。うん、できれば週に2本は以上は投稿したい。週1週間に2本以上。できればね。できればってか、2本は投稿できるか。まあ2本ぐらいが目安かな。まあ、3本はちょっときついっすね、もう多分。週1週間に3本投稿は。まあ言っても、まあ言ってもってか、平均で2本。うん、よっぽど頑張って3本だけど、まあちょっといいよ。3本はいけないと思う、たぶん。2本ぐらいか、一緒かに。まあちょっとね。OK ナイス。さあ、加速です。相手も加速か。OKOK。ミッドさんは結構、カイジさんの連敗に多めですよね。カイジロってね。どっちかっていうと、カイジさん多めだよね。なし、これ超でかいね、オッケー。ふうすけさんね、評価でかいんだな、かなり。あ、ふうすけさん、自分に評価13%なんで。レンジ貫通と。おー、強いね。これはもういったんじゃないか、この武器は。どうでしょうか。レンジぐらい。絶対リコイさん止まってないね、多分。あれ止まんないな。あれ、レトリポイズン止まったっけ？あ、止まった？あれ、わかんない。あれ、でも止まったのかな？うん。ちょ、あんま見たかった。わかんない。あれ、めったのか。ちょ、あんま見たかったよ。多分止まったよ。止まったから眠ったから。よし、ナイス、マイマイ。サバイバルゴーグルも自由にね、素早さが、ね、上がって、あの、状態上、全状態上のプラス3なんで、結構でかいよ。ナイス。まあ、前々2人入れてるけどね。まあ、今回、金の子もいないけど。さあ、前々です。
消す。OK。いや、復活になったそこは。まあ、行ったからね、もう一度、このままと。あ、やっぱ濡れてたんか。OK、OK。まあ、相手3人だし、まあでも実質眠くさいだね。このまま行っちゃいましょう。閉めちゃいましょう。返事ぐらい。あ、7人縛りだったけど、見事に勝つそうだね。なんとか。ただの縛り動画やった感じやけど、今回の動画。あ、まあ動画時間的にも10分いったやから、まあ今回は早送りしなくていいかな。基本的にあの20分くらいの動画で 1.4 倍速くらい。いや、1.5 倍速だとね、なんかね、声がね、聞き取りにくくなるんで、1.4 にしてるんですけど、どうですかね、皆さん。1.3 くらいの方がいいのか。一応僕は、ね、1.4 くらいがいいかなと思ってやってるんですけど、倍速ね。うん。まあ、1.4 だからいいんだけど、1.3 だとちょっと遅いかな。遅いっていうか、なんか、どうしかならないですか。1.5 だとちょっと早い気もする。1.4 あたりかな。って感じです。今回は多分倍速しないな。普通に動画時間そんな長くないから。まあ1試合で終わっちゃうね。さあ、ハート復活だけ。復活もエンジンぐらいで止めてたから多分いけるでしょう。はい、というわけで対戦ありがとうございました。はい、ってことでいかがだったでしょうか。今日はね、シールド無視、ガードブレーカー入れてね、上がる僕は入れて、ね、あのやったんですけど、まあ相手にね、ミッドさんシールド無視つけてない、シールド無視、反射つけてないということでね、まあ、全く無効化っていう意味なかった、意味なくてね、まあ7人縛りになってしまったんですけどね、まあ1人いない状況の中でもまあ見事勝つという感じです。はい、よかったです。無事勝てました。はい。まあね、最近ね、さっきも言ったけど、まあ動画投稿頻度下がってるけど、まあこれからもね、ぜひね、まあミラクルの電波に実況ね、ぜひぜひね、応援の方お願いします。もうぜひ、本当に見てください、皆さん。本当に皆さんの応援のおかげで。動画出せたりとかもあるんで、本当にね、ありがとうございます。皆さん、もう見てくれた方、もちろん感謝してますんで、これからもね、引き続きお願いします。面白い動画作れるように頑張りたいけど、まあ、ちょっと最近はちょっと忙しかった、いろいろあってできないですけど、はい。まあ、ライブもやっちゃって言ってました。はい。では、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。